お別れの時間ですね。お楽しみいただけましたでしょうか。週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしております。デリシャスなラジオ、おけつくまのクリスタル。次の番組はハッピートナイト、池田さんと香織さんがお届けいたします。チームクリスタルではコンシェルジュ、アシスタントを募集しています。あなたの参加お待ちしております。クリスタルのホームページもオープンしていますよ。カタカナでクリスタルレインボークラブ .com へアクセスしてください。チームクリスタルの番組情報は映像に写真盛りだくさんでございます。どこからでも楽しめるのもクリスタルスタイル。マンスリーゲストじゃなくてハートバトンリレーのね、うん、だからずっと今続いているの78ですって。そうね、ね、あ、そうだわ。なんかここが初なんて嬉しい ね、 ね、 ね、うん、長者も初出しっていう今日音源ね、もうそれとっても嬉しい。すっごく嬉しい。必ずみんな初めてのことってタイミングってあるじゃない、うん、それって忘れないじゃない。忘れない。こっからスタートしたんだなって。放送局レインボータウン FM ね、クリスタルクラブのところでスタートしてもらったら嬉しいわ、ねね、もっともっと広がっていくといいです ね、 ね、 ね、私たちもまた初心に帰って来年クレイジーやばすだいぶ繰り返し繰り返し頑張ってんですか。また帰るんですね、はい、頑張ります。何回でもやり直しますよ出来上がるまではよしさあ2016年クリスタルのキーワードは弾けてしまえ。心のままにあなたの素敵が輝く1年あとちょっとでございます、うん、では参りましょう。合言葉はお互い様にありがとう。オーケークリスタル、また来週。今夜あなたのクリスタルが輝きますように。お疲れ様です。